どうも、天野です。どうも、天野です。はい、というわけで、この度、キムの次なるね、進学先が決定いたしました。おめでとうございます。思いのほか早かったな。思いのほか早かった、ほんまに。今回はですね、まあ、それを祝しまして、我々のね、やっぱ24時間を捧げようと。なるほど。いう企画でございます。いいですね、はい。今からですね、キムが行きたいって言ったとこ。なるほど。やりたいって言ったとこに、行く。なるほど。そういう企画でございます。聞いてみましょう、それは。ちょっとじゃあね。聞いてみましょう。寝てる。キム。キムさん。キム内定おめでとう。おめでとうございます。今が、ちょうど今朝の、あ、ちょうど今6時。すみません、朝6時やから。ちょうど6時やから、今から24時間。めちゃくちゃ俺たち、お前に優しくなってる。優しくなってる。キム何したい今から。じゃあ、おんぶしてください。やばすぎ。お願い1個目、おんぶね。はい、いいですね。おんぶつまん制度ね。しゃあ大きなってーしゃあ、はい、じゃあキム好きなにする、はい、じゃあエジプト行きたいです。あー無理です。対応していません。まあ、とりあえずなんか言ってみよう。他のとこ行ってみよう。あー、じゃあ、まあ、北海道ですかね。北海道、はい、めっちゃギリな、ギリ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 なラインじゃない。ほんま結構ギリギリなラインよ。もう僕は全然気にしてないですよ。いやいや気にすんのお前やから。俺らが、俺らが気にしてるから。差し入れです。あ、やったー。え、なんで。いや、アマゾンで頼みました。マジで。アンパンマンペロペロチョコ。おお、全然いらん。これ夢詰まってんな。いや、すげー、これめっちゃ嬉しいぞこれ。まあ、というわけでね、はい、じゃあ今からキムの願い通りね、北海道行きたいと思います。ドメスティックバイオレンス。おー、やっぱドメスティックといえばバイオレンスやな。そうですね、いや、みんな夜ご飯何食べたい、ちょっと予約したいんやけど。いや、それはでもやっぱり、それはもうキムさんの言うこと聞かなかった。間違えた、そうそう、間違えた。じゃあキムさんが僕を置いていってくださいって言ったら、あ、もう置いてかなかった。キム、誰か排除する人いる？え、マジっすか。え、じゃあ、ジャン負けで残ります。え、そんなことできるの、お前。そんなんしていいんか、お前。でもいや、ダメです、ダメです、みんな、みんな。この経緯でも説明しなかったな、皆さんにまだ。確かに。実はですね、4年前ぐらいに出した船か旅行っていうタイトルで沖縄行ったんですけど、フェイさん、あの動画おかしいことに気づきませんでした。そうなんです、あれね、沖縄旅行っていうめちゃくちゃ金かかってる動画なのに、なぜかあの尺が6分7分ぐらいしかないんです。で、実はですね、船か旅行というね、タイトルをちゃんと回収したのが2日目っていう、ね。俺たちとキムさんが過去一で断絶したっていう。だって、まあ、何が起こったかっていうとですね、キムが疲れて、ホテルで寝てて、20時ぐらいです。エアロダブル行きたい人って言ったら、こっち3人が手挙げて、そうですね、こっち3人で行こうってなったら、30、なんか1分後ぐらいに花尾も来て、結果的にキム1人になった。そうなんですよ。花尾さんがストーリーとか、なんかツイッターかなんかで上げたんよ。そうそう、それでも情報を知り得て。で、それで2日目がもうほんまジャスティン・ビーバーな空気だって。あれやばかった、ほんまに。友達と通信、電話しながらゲームしてました。そのまま捨てって言って、結構ね、事案の名を冠するにふさわしい状況となって全カットということで、そば食ったもんな。そうですね、あのそば食ってる時えぐい空気やったなっていうので、その時のメンバーなんですよ今これ。だから今回はみんなで仲良く暮らすっていうのは、ホント気をつけてくださいね今回は。いや、もう気をつける。お前が悪いから。もうそれ、いや、今回皆さん気をつけてください。あの件100ゼロでお前が悪いからね。僕はあの時のことは一旦許すんで、皆さんはもう気をつけてください今後は。ちょっと待って、泣いて出発前からもう怪しい。反省してない、反省してない。やっぱキムさんいるといつでも何かが起きる。マジ早い。じゃあキム置いてくか。そうっすね、だって実際行かなあかんもん。ちょっとそろそろ時間なんで。なんでこのタイミングでトイレ行くねん。全員行けなくなる可能性ありますからね。行くか。絶対こういう時あいつなんやな。この辺の計画性の朝は反省した方がいい。なんか大便器になります。なるほど。全員が知ってる。でももう出ますよ、みんなもう乗ってますって言いました。みんなあそこで待ってくれてるの優しい。早く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 、だきだきだ、急ぎ急ぎ、ダシ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 、早く早く。
の感覚の最後、まあ、やっぱ寒いわ、空気、まあ、そうやな、やっぱ一段階何か違うものを感じるの、違う違う違う冷たさがある、うん、君何やりたい今から、今からですか、うん、お腹すきました、何食べたい、え、まあ、ジンギスカンとか、ジンギスカン、はい、ジンギスカン、お前が死んだら俺は生きもうすってやつ、寒すぎんごっす。今回ご紹介するのはこちら、炭焼きジンギスカン石田札幌本店。北海道産のこの辺全然見つけるまま、まあ、正直美味しいな、全部うまそう、俺コーラ、俺水でいい、ケイさんどうすんの飲み物、いやコーラ6つですよ、そんなもん、あ、じゃあコーラ6つ、俺コーラ6つです、無理やって、でもキムさんが言ったで、今意思のないキムさんが久しぶりに意思を握り出した、コーラ6つ肉全部生で食えるんだ、え、そうなの、そうだよね、すぐ生でも、めっちゃ食べよう、では内定おめでとうございます、すごい、え、キャビア乗ってるで、だから高いか、さあ、羊のユッケ、いや、これは写真撮るしかない、いただきます、うん、そうや、え、どうですか、全然牛肉めっちゃ美味しい、前提でまず美味しい、その上で牛に擬態してる、この羊たち、これ一人一枚に練習やります、おここになんか優しい生肉であります、ここにつけて、うん、うまい、どう、うまい、生肉、え、臭みは全然ない、おー全然臭みないな、ほんま、何あれ、あ、これ人赤ちゃん、ほらほら人赤やん、デック君のところあれか、しがらきくんだ、これしがらきっぽいっすよ、これ1週間あれば使えるな、嘘やろ、これ1週間でも大丈夫なんだ、いいなこれ、これ作るさやで俺らも、あ、全然これな、3日あれば全然3日あれば全然、これちょっと、あ、陸上自衛隊、みあ、今年の、今年の自衛隊、今年の陸上自衛隊の作品、浮き彫りにしてるの結構すごい、いいです、すごい、これあのキラゲのゴシックス、これキラゲのじゃん、キラゲなんすね、掘ってるわけじゃないやん、これ音を掘ってるやん、めちゃくちゃすごいよこれ、これだってくっつけるの無理に、くっつけるんですかね、頑張ったら、これだからかなりの技術やと思う、あ、てかキムなんかお前の好きそうなオフィシャルショップあるで、キム最後やから欲しいやつ買ってあげるよ、お、めっちゃ可愛い、グッズもあるよ、キム、キムドンピシャのやつある、もしかしてこれありそうやな、こっからここまでとかできます、お前ほんま、お前ほんま、まあ、キムさんの命令はまあ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 、まあ、絶対ない、絶対やけど、これですね、おお、ちゃんと選んだ、ちゃんと選びました、めっちゃ高いんやけど6600円って、でめっちゃ高いこれ着ろよお前、着ろよ、これ会社で着ろよ、これ絶対着ろよ、いや全然今から着ますよ、あ、今から着る、はい、これ1枚で、はい、当たり前で1枚で、1枚だけでお前じゃあワカサギ釣りの時これ着ろよ、ああそうしよう、そうしよう、あ、そうします、そうしよう、あ、じゃあワカサギ釣りの時これ着て、お前明日これ行きますか、この女の子と一緒に釣れよ、だったら勝った回やったわ、ありますね、それはもう、やった、はい、いけました、あったか、ダンブーいいやないかい、うわ、このロフト感めっちゃいいやん、めっちゃいいやん、この何こ小屋感めっちゃ綺麗やすよ、なんかおしゃれ、え、今から飯行く、行きます、寝るで、いやいや、そんなに寝ないですね、あ、じゃあ一回過去のレース再現してみる、ちょっとA&W っていうその沖縄にしかないハンバーガー屋さんあるけど、みんな行く、あー、いいっすね、まあ、そうっすね、今寝てますよ、え、寝てるけど、こっちでわがとすんと3人で A&W 行くんやけど、みんなで A&W 行かへん、お前大丈夫、キムは、キム A&W 行かへんの、キム OK 行かへんねんて、まあまあ3人じゃ行こうか、美味しいっすよね、めちゃくちゃうまいよ、A&W、 ちょうど夕飯の時間です、いや、夕飯の時間やな、やっぱ俺も行く。
僕です。あ、そういう感じだったね。静かに切れてたい。はいはいはい。あの、今からあの、過去変えなかったから俺の気分で寝てやん。今日は今から再現して。何食いたい今から。ホタルって何食うんすか。海鮮ですよね、どうせ。あれ、でも2人寝てますよ。うまやな。え、今からさ、俺らでホタルの居酒屋行くんやけど、お前ら来おへん。行くわ。行く。キムは今日疲れたので知らないじゃん。今日疲れたけど、いやでもキム、まあ、いいんちゃうんですよ。いいか。いいか。じゃあ行こうか。おい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 。お前は起きない。言ってやお前。行くぞお前もう。お前言えよ。言えよ。行くやんな。今から一緒に行こう。行こう。あ、いや、分かった。じゃあみんなで行こう。じゃあみんなで行こう。なんであん時これできひんかったよお前。これやっとけよお前。たかだかこのコミュニケーションでできてくるや別に。じゃあこれで晴れてようやく仲良くご飯が食べれる。いやー、未来変えました。未来変えました。おたろいチーム。ラーメンの竜王。この感じの旅、これ最後っていう。辛いな。終焉やな。辛い。普通にさ、行きたいけどな。日本蒸してあげる。そう。普通に来年も行きたい。そう。大体適当でやる。あ、いいよ。ええ。全然行くで。俺全然行くでこれ。めっちゃ嬉しい。よかったな、キム。よかったね。よかったな、遊んでもらえて。ここ遊んでもらえてよかったね。とりあえず乾杯しよう。はい、じゃあ私もコーラで。お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です。乾杯、乾杯。俺たちの勝利です。勝利、勝利。わあ、すごい。美味しそう、美味しそう。どないなとんねん、これ。く、貝でかっ。エビでかー。どないなとんねん、これ。どないなとんねん、これ。このエビとかめちゃくちゃ立派やで、この子。めっちゃ立派やでの言い方が、そのでかいチンコ見たときに。いや、すげえ。俺も言おうと思って。俺も言おうと思って。何やねん。その日、分かってもうた、俺。僕も分かりましたよ。なんでなんでやねん。また見せたか、島で言ってんの。いやいや、言ってないから。じゃあ、時事問題出して、時事問題。時事問題です。強いよ。2日前の。2月6日、何があったでしょう。広い、ね、クイズなのか、それは。紅生姜食べるドッキリした。まあ、もっと、あの世界的になんか大事件が起きました。あ、地震。あ、正解。そのしゃ。じゃあ次、日付的には進むけど2月10日ですね。おお。何があったか。2月10日。2月10日今、俺の誕生日。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Debra. Happy birthday to you. マジで顔。はい、じゃあこれ我々からの誕生プレゼントです。おめでとう。おめでとう。いや、ね、おい排除してんだよ、こっちは。いや、やべえ、マジで。いや、山はもう電眼30歳や、やっと。やったやろ、お前。ポテオだ。うん、めっちゃ美味しい。皆さん、何でも美味しいって言うかな。みんなパクチーは嫌いやからな。お部屋ならカレーとかに入ってます。いや、確かに。だってコーラからってパクチーだから。昔だってか、ここね、麻薬入ってらっしゃる。もともと薬だったんですよ、マジで。痛み止め、そう。昔はアセトアミノフェンとか入ってます。アセトアムデヒの入ってんの。アセトアミノフェンとか入ってます。アセトアルデヒドって、アセトアルデヒドって。アセトアルデヒドって。アセ。コレステロールはどこで起こる。コレステロール。所持点としてはこれ、ステロール。あれでしょ、コレステロールって言われてたんですよね。コレステロール。でもアレステロールもあるし。コレステロールもあるさ。え？そんなあんの？あるある。体の中で働くところが違うんですよ。でだからあの質問とかでドレステロールって言われますよね。何で質問でドレステロール？で言うで、あるある。そう、途中で聞かれる。ここに聞くのはないないですが、ここに聞くのはドレステロールみたいな感じで。マジで？そうですね。コレステロールかコレステロール。これでじゃあ電話の誕生日が終わる。
どんな今ので全然参加してるんか記録で出し物俺らというわけで、第2回置いてけぼりチャレンジやっていきたいと思います。一応キムさんは誘うんですけども、起きなかったら行きましょう、我々で。よし、じゃあそろそろ行きますか。優秀じゃないかい、キムさん。はい、え、俺ら朝ごはんやけど行く？おお。やるやん、キム。成長したな。でももうキムの王様の権利は失ったから。あしらも。もう出ます。準備できてるで見て。間に合った。お前間に合ったよ。二、一。よし行こう。うえい、すげえ。キムさん、やっぱ就職先も決まって時間現象を理解しだした。この職場で理解しとけ。三角市場、これはやっぱ海鮮丼やな、これ。失礼します。マジそんな、まあ、美味しく感じる。個人的に考え方うまい。めっちゃうまい。よかったな、キム。あの時も来てたらこれぐらいの喜びあったと思うで。なんで？4年越しの A&W やから。これ A&W やと思って、これさすがに面白かった。これからいただきます。イヤホトーブ誰も突っ込んでくれないですか？え、岩手県。うまー、美味しい。いや、うまいっす。そのためにうまいって言ったら、うまい。ゆうた、はい、行きますよ。はい、というわけでね、今からですね、スン君の面接が、超スーパーハイハイエリート企業のね、面接があるんで、僕たちはね、ちょっとお外で待機してようと思います。わがちょ、やばいの発見した。これ来た。え、これはやばいな。来た。クソでかい、クソでかい。こんな観光客がどぎつくいる中でのソリの持ち込み。間違いにも程があるって。どっちが間違いかってことを教えてください。こんな観光地のど真ん中でそれ滑りに興じる30歳前後。やめろ。行きます。おお、なかなか行ったな。楽しい。すげえ。つな。絶対ここ楽しい。この軌道目立つな。復讐した。3、2、1、アクション。あー、
このアングル思考。うわぁ、うわぁ、今まで10時40分40分楽しんでますよ。だってすんの面接。ほんまやな。そうそう、帰るか。これも自分でできる感じね。そう、穴開けます今から。すごい武器や。ほんまに撮ってるやん。めっちゃ嬉しそう。外ずり。すげえ。僕リリース。これはこれやばいな。これ僕リリース。だーれーもーみんな行動の景色が見たい。まさの夜。よし、一旦ちょっとサムネ撮るか。眩しすぎて目開けられへん。わかりに。せーの。おい。全然上がってない。頑張れ、もうちょっと。もっと頑張って。もっともっともっと。せーの。ずっと。せーの。ずっと。せーの。ずっと。てか本来の目的忘れそう。ワカサギとかどうでもいいわ。ワカサギ釣りです。皆さん注目すべきことやってますよ。おお、爆誕が出ました。すげえ。おお、ブタン雪のせいで爆誕。そこにうおー、シャーク、爆誕したな。お前一個だけ言うけど死ぬなよ。大丈夫です。お前死ぬ前には絶対上切るよ。あー、あー、これ、あ、でも行ったやん。外ついてる、そこついてるって言うの。こんなわけがない。これ、これ無謀やな。無謀っすよ。これなんか闇との戦いやな、これなんか。うん、とりあえず一匹欲しい。金出すから。金は出すんや。まあどうせ釣りできんのあと15分ぐらいやね。そんな短い。やば。え、これ1万円。1万円で全部で。うん、だってお前やってないやんか。この2人やったら4000円やから。え、あと何分。いや、もうほんまあと5分ぐらいやで。それは無理やって。わかった、わかった。本気。うわぁ、おっと、本気じゃん。オッケー、行くぞ。行け行け行け。あと何分見たか。あと1分。1分行け。あと1分行け。あ、頑張れ。おい、行けてる、行けてる、行けてる、お前行けてるぞ、お前。よしよしよし。今お前輝いてるぞ、お前。よしよしよし。俺制限時間言ってくれるとなら輝く。だから、あ、終わった。終了。終わりー。パンパン。ちょっと待って、ちょっと待って。パンパン。リアルな話、ちょっと待って。パン。あと2分で結果出す。ちょっと待って。あ、結果。あと2分で結果出す。お前、やる気出す。遅いね、お前、お前。で、これ釣れたら、お前、マジですごくない？いや、マジで、これ。マジで。キムに至ってはほんまアホやからな、これ。ただの。あれ、なんかバグした。あ、お前、あ、やばい、終わった。終わって、タイムリミット終わったね。終わるか。終わるか。ただ一個言っていい？今、映像に収まったやろ、俺が釣りしたとこ。うん、俺、ワカサギ釣りしたことあんね。それが言いたかっただけ。俺、ワカサギ釣りしたことあんね。それ言いたかっただけ。で、ワカサギ釣ったことあるんですか？ナイス。ワカサギ釣りはしたことあるけど、ワカサギの釣りをしたことはあるよ。よし、じゃあみんなで片付けましょうか。行きましょう。帰ろうか。お前が最後の砦で。あ、じゃあキム行ってもいいで。俺は帰るから。帰るから。それは帰ります。はい、というわけで、無事にね、キムさんの就職祝い旅行がね、終わろうとしてるわけなんですけども、はい、まあ、とりあえず無事に仲良く終われたかなと。ちょ、一応キムさんは成長したってことでオッケーだから。これは今日の朝でも良かった。今日の朝でもいい感じだったから。昨日の飛行機が一番良くなかった。昨日の飛行機マジ険悪やったな。キムのせいで遅れかけたから。そうそうそう。でもキム楽しかった。いや、めっちゃ楽しかったって。楽しかったって。あ、良かった。キムが楽しかったって。良かった良かった、ありがとう。楽しんでくれて。キムはもうちょっと違う新しい道に行くから、来年とかないかもしれんけど。いやいや、ありますよ、全然。なんでだね。いやいや、もう僕が幹事で。ああ、キムがやってくれんの。やってくれんの。あ、じゃあ、キャオー、すげえ。嬉しい嬉しい。大成長。あ、じゃあ来年はキム主催の旅行行こうか。まあ、そうですね。じゃあまたね、まあ解散しますけどね。また来年以降も
このパーティーでね続けていけたらなと思います。やりましょう。はい、それじゃあ大阪に帰ります。じゃあね、北海道ありがとう。バイバイ。皆さん北海道はでっかいの。はい、帰れ。よし。